撮れてんな。よし。はい、皆さんこんにちは。ですね、今日は急遽やってみようかななんて思いまして始めました。これも26回目ですね。じゃあまず曲を言ってみたいと思います。365日の紙飛行機ですね。いやー、なんかね、やってますけどね。ちょっとこれの詩がですね、後で話に出てきますんで、関係することはね、やってみたいと思います。ここですね。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。で、サビの部分がですね、やりたいこと好きなように自由にできる夢、人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよ、という感じですね。はい、全部はもうやんないですけどね。はい、ではですね、なぜですね、私が、まあ、この曲を今やったかと言いますと、まあ、この格好してるのも関係あるかもしれないですけどね、ちょっと今日、なんですかね、かなり有名な方がちょっと来られましてですね、そのお手伝いと、お迎えとね、お見送りのお手伝いということで行ってまいりました。はい、まあ、あまり具体的に言うとね、いろいろ必要があるかもしれないので、まあ、この辺にしときますが、この曲がですね、まあ、そういうことをやってですね、まあ、今日やってきてね、感じたことと多少、関係があるかなとは思うんですけども、この詩でですね、やりたいこと、やりたいこと好きなように、やりたいこと好きなように自由にできる夢ですね。夢ということでね。これはですね、詩でこう書いてあるんですけど、もう当然皆さん生きててそう思いますよね。やりたいこと好きなように自由にできるって、こんないいことないですよね。だけどもそれをまあ生活のためとかいろいろね、社会のためとかで我慢してというかね、まあ、自主的にそれがね、やりたいことを好きなように自由にってことでやってるか、らっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどね、まあ、仕事とは別にやりたいこと好きなことを自由にっていうふうに考える人がほとんどじゃないかなと思うんです。でですね、そこで問題となるのはですね、やりたいことを好きなように自由にできるということを、まあ、人も一緒なんていうのはね、限られてるんで、それを突き詰めて、考えるとですね、まあ、仕事もですね、やりたいこと好きなように自由にという部分と重なっちゃう部分があるんですよね。で、この重なる部分がですね、重なってしまうというか、重なってしまうような職業ですね、もあるということで、これがですね、まあ、ちょうどこのぐらいで重なってれば、まあ、許容範囲かなと思うんですが、やりたいこと好きなように自由にっていう部分がですね、あ、起こした。これがですね、まあ、仕事とかそういう義務ですね。で、かなりですね、やりたいことを好きなように自由にっていう部分がこうなってしまう場合もあるのかななんて思うんですよ。これやれた人はすごい幸せですよね。ちょっとカップが気になるんで拾いますけど、まあ、人の一生の、まあ、時間とか
限られてるんで、でそれの大部分を占める仕事とかそういう義務の部分でですね、こう好きなこと自由にできるという夢を実現しちゃってるっていう場合もまあまああるかなと思うんですよ。でそれができる人とできない人がいるっていうのがあって、まあそれは努力でそういうポジションにつく人もいるでしょうし、まあ、あとはですね、まあ、この DNA が関係してるんじゃないかななんて思うんですよ。でやっぱり人間もね、動物なんで、理性とかね、そういうのはあるんだけども、どうもこっちの自分のやりたいことを好きなようにやりたいという、なんかそう実行に移すこういう遺伝子みたいなのを持ってる方は、さっき言ったこういう円の重なり合う部分がこっち側に大きくなるというようなことがあるんじゃないかななんて思うんですよね。まあ生育歴とか生い立ちで自然とそういう風に生きるのがいいということに身につく人もいるでしょうけど、結局はそこに至る以前でその DNA の、まあ、部分でね、人それぞれ生き方が違ってくるのかななんて思います。なのでまあ結論としましては、持って生まれてしまった性格とか DNA でですね、結局は人の一生なんていうのはかなり左右されるのかななんて思う次第でございます。まあそれがね、まあいいことなのか悪いことなのか、あとは世の中全体をですね、安定的に平和的にですね維持していく上でですね、まあそれで自然任せでいいのかという部分もありますね。でまあそういうことを考えてですね、世の中を良くしていく、平和でみんなが楽しく暮らせるというふうにしていく部分で、やっぱりこの教育という部分でですね、まあそういう DNA でですね、うんぬんという、まあ、弊害があれば、そこを修正していくということではないかなと思った次第でございます。なんかね、ちょっと難しい話になっちゃったんですけど、まあ、そういうことでしょう、おそらく私、個人的な見解としては。で、最後、こういうことを信じるか信じないかはあなた次第ですということで、締めてみたいと思います。以上でございます。